こんにちは、シーバードです。今回はボスのオーバードライブディストーション OS2 が主役です。この真ん中にある OS2 なんですけれども、ボスの歪みの中でもですね、あんまり人気がある方ではないですね。しかしながらですね、一部の間ではですね、非常に人気のある機種です。特徴としてはこのカラーでオーバードライブに寄せることとディストーションに寄せることができるというのが一番の特徴なんですけれども、この中にですね、回路が2つありまして、オーバードライブの回路とディストーションの回路2つ持っています。で、それが並列に並んでいて、これがブレンダーですね。オーバードライブを強めにするのか、ディストーションを強めにするのか、中のブレンダーで調整できるようになっているんですが、その中の回路がオーバードライブの回路はSD1 に非常に似ていると、そしてディストーションの回路はこの DS1 に非常に似ていると。実はですね、この OS2 SD1 と DS1 を兼ね備えているという非常にお得なエフェクターなんです。で、今回はですね、実際にこの OS2 が SD1 みたいな音が出るのか、そして DS1 みたいな音が出るのか、そこを検証していくんですけれども、 SD1 のこのフラット状態、12時状態で、 DS1 もこの12時状態、この音をですね、 OS2 でどうやったら似たような感じの音になるのか、その設定を探っていきたいと思います。というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ、全く同じっていう感じではないんですけれども、まあまあ寄せれたんじゃないかなというふうに思います。コツとしてはですね、このカラー、
SD1 に寄せるときは振り切ってオーバードライブにせずにちょっとディストーション寄りにすると、そしてドライブを下げる、こういうふうな感じの設定にすると割と SD1 に近づきました。そしてディストーション DS1 の時もそうなんですけれども、これを振り切らずに若干上げてドライブを下げ目にするというふうな感じにすると DS1 に寄っていきます。さすが同じ回路を使っていて、しかもカラーでブレンドできるというところで1台2役、そして真ん中にするとこの OS2 独自の音になるというところで3役ですね。かなりお得なエフェクターなんじゃないかなというふうに思います。今ね、中古市場でもかなりお安く出ておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。